楊広勝は、新朝末期の革命家。別名は、孔清、または、孔勝る、字は抹津蔵。古北省常用府国条圏の出身。武将起義直前に、法祖藩、劉福本と共に、古江総督の随清に処刑され、法流洋三列士と呼称されるようになった。楊広勝は幼い頃農民として働いた。後に、武将力英軍に入隊したが、 すぐに、湖北新軍に移動することとなり、第三0票の政さめを務めた。この頃に、村部、放送藩などと出会う。退役後、楊広四鉢は小さな店を開き、成長に対する革命拠点とする。1911年3月、文学者に入会。9月に、湖北革命軍の臨時葬式部が設立されると、楊広四鉢は武器輸送を担当した。 10月9日夜、武器輸送中に顔面を負傷し、新軍に逮捕された。10日、早朝、随清は、法祖藩、劉福元、楊博勝の3名の残死刑を命じた。新軍全体に動揺が走る中、革命派の金長劉、帝帝国の2名が上官である、東広勝と終身命令違反で、トラブルとなった末東広勝を射殺するという事件が起こる。 共信階層代表である熊平羊猿は、この事件に乗じて決起し、武将記事が勃発した。武将には、三人の名から取った、法流用事がある。1931年、彼らが処刑された古行総督東門のあった、武将造船所東門内に、三列紙邸が建てられ、後に、法流用三列紙おさむぎろとなった。 1991年の武将第一革命80周年を記念して、武将区人民政府が第一革命文化祭を開催し、越馬馬道に三列子像が建立された。ありがとうございます。